こんにちは、ここは有楽町です。さっきですね、ここの駅の中にビューアルって言って ATM あるんですけど、それタダで使いたいなと思って改札のところに行ってね、駅員さんにすいません、これってタダで使うことできるんですかみたいな入場券代をケチろうとしたんですね。でもね、行ったらね、その駅員さんがなんかこう見たことある人だったから、この人これ知ってる人だなと思いました。向こうには何も今日は言ってませんけどね。だからね、やっぱそういうみっともないことをするのはやめて、入場券買って ATM 使ってきたところなんですけど、それはどうでもよく、こんにちは、ここがですね、改めて、JR 東日本の有楽町ですが、鉄道に今回乗るわけでは多分ないと思います。まだ具体的に決めてませんけれど、今からですね、築地市場の方に行ってみようと思います。築地市場は、先日3日前かな、最終競りをやりまして、もう営業終了、今お引越しの最中で、今日が9月じゃ10月の、9日のはずですが、明日10月の10日11日から、豊洲市場に完全移転、あちらで営業が始まるということです。今移転中の築地市場の様子なんかをね、見るのも楽しいだろうということで、ここ有楽町もしくは新橋から行くのがね、大体適当なんですよね。を見ますと、修学旅行林だな、修学旅行と書いてあります。ようこそ東京へという感じでしょうかね。まだ帰ってくる時間じゃないと思いますから。朝日新聞本社汐留大目を今見ておりますが、これのちょうど反対側にこのように真正面、東京中央卸売市場がありますが、もうすでに皆さんに先ほどお伝えしたように、もう営業は終了しております。築地市場の看板がここにかかっていて、もう入ることはできませんが、実は私本日こちらに用事ができておりまして、今からですね、立ち入り禁止となっているんですが、私は入ることができるはずです。自動車が多く出入りしていたこの中央の入り口のところ、今でも自動車がなくはありませんが、しかしそれほど多くはなく、また数多くの小さい荷物運搬用の車、なんて言うんでしたっけ、名前忘れてしまいましたが、ああいったものが往来する忙しい築地市場の様子は全く見られません。そして観光客は誰一人としておりません。もうさすがにこれ以上行くことはないでしょうからね、本当に今回の訪問で最後ですよ。いや、確か昭和10年にできたんですよね。だから昭和10年だとすると83年前ですか。いや、長い間本当にお疲れ様でした。私もね、東京の中でも1、2を争うぐらい好きな場所ですよ、築地市場。なんかでもね、なんか多分亡くなる直前だからなのか分かんないですけど、前よりも撮影禁止の場所がなんか増えてたような気がしましたね。今回も、もう市場としての営業は終わってんだから、撮影禁止のあれとか、ほっといてそのまま撮ってしまってもよかったのかもしれないんだけど、一応ね、禁止となっているところは禁止で、そのまま守って撮るようにはしましたけど、前はね、もうちょっと撮ってもいい場所があったと思うんですけどね。うちのチャンネルで、そういう昔まだ撮影禁止の張り紙がなかったようなところとかも撮影したの動画まだありますんでね、よければその動画残ってるはずですから、確認していただくといいかと思います。築地市場ですが、その構造の中にはかなりアスベストを多く含んでいるということで、その解体にかなり注意が要されるような建物でもあるそうです。といっても解体することは間違いありませんが、その下には有名ですが、水爆で被爆したマグロ、第五福竜丸に積まれていたマグロがそのまま残っていたりとか、かつては日本の陸軍だったかな、化学兵器のその実験場として土壌が汚染されていたなんていうこともあったんだそうです。現在豊洲市場の方でもね、土壌汚染ということが言われて久しいわけですが、実は築地市場でも同様の問題を抱えがちであったということ、これもまた近頃では結構有名になってきたでしょうか。あさって11日から中央卸売市場が豊洲に移転となり、そして築地市場は同じ11日から解体に着手するそうですが、しかしこちらにあります、皆さんもご存知有名ですが、築地場外市場に関しては特に移転するということはありません。築地市場のそのすぐ脇にあることから、その立地を利用してすぐに魚を仕入れ、ここで美味しい魚料理とか、他にもですね、卵とか野菜とかいろいろ売ってるわけですけれど、そういったものを一般の人向けに販売しているこの場外に関しては移転ということは全くありません。そしてまずこちらがなんでこれを写したのかというとね、これ築地魚河岸というのがあるんですが、築地市場がなくなるのにあたりまして、こちらにまたにぎわいが少し薄れるのではないか、それを懸念し、また東京都側の対策として数多くの飲食店群が入るような、この街の中心部分をなすような建物をまた新しく作られたのだそうです。私もこれまで何度も築地市場にやっては来ておりましたが、なぜ築地に来ていたのかというと、まずその市場を見学するという理由が一つ、もう一つは美味しいお魚を食べようということです。その築地市場は昭和10年からさっきも説明していたように大変に長い歴史を紡いできましたから、一つの産業遺産として生鮮食品の長らく東京の中心に君臨し続けた売り場として、それを見学したいということで何度も足を運んでいたわけですが、その他に美味しいものを食べるという場合にはね、場内で何か食べるということを私はしたことはなかったんじゃないかな。多分一度も築地の場内市場の敷地のところで私が何か食事をしたということはありません。大体毎度築地を見学した帰りにですね、この場外市場に寄って帰るというのがいつものパターンでした。
だからその昔ながらの築地の建物に興味があるという人は、もしくはあのすごい古いところで仕事してる人たちが見たいという人は、築地市場にね、今後来てもまあ何もそういうものは見られないわけですけど、築地の美味しいものを食べたいということに関しては、今後とも場外市場でこのように楽しむことが可能です。場外市場でね、今後どっから仕入れるんですかって、もちろんこれは同じく中央卸売市場、豊洲の方から仕入れるわけでして、今は場外がね、築地にこの間まであった営業していたから築地から取ってきたけれど、ただ仕入れてくる場所が変わるというだけで、別に物が何か変わるわけではないし、まあ、強いて言えば多分ここで仕入れをされる、そのお店の方たちがちょっとね遠い方に行くから、苦労するということはあるでしょうけれど、まあ、そのぐらいでして、利用者としては別に特に違いはないわけです。この場外市場の雰囲気はこれからもずっと続くわけでございます。近頃は外国人観光客にも築地という名前は浸透していて、ジャパニーズの美味しい寿司文化とかですね、まあ、刺身とか、なんだっけ、海鮮丼ボールみたいなやつありますよね、ライスボールはおにぎりがまあいいんですけど、そういうね、日本のお魚を食べたいという人たちが多く押し寄せていまして、それは今後も続くのではないかと思われます。まあ、少なくとももう一度繰り返すようですが、私も場外市場も好きだから言っておくわけですけれど、この場外市場の魅力自体は全くこれからも薄れるということはありません。さっきですね、ちょうど適当にぶらついてたら声をかけられまして、なんと私ね、場外市場好きなわけですけれど、その場外のお店をやってる方からね、あ、スーツさんですかという声をかけられて、いや、そうなんですよ、で、そこで意気投合しましてですね、また後ほどいただきに参りますねという話をさせていただいたんですが、なんと私の動画をね、ご覧になっている方の、まあ、中学生の方がご覧になっているらしいんですが、そのお父さんも私の動画を見ているうちにハマったということでして、今からね、その方がやっていらっしゃるお店に伺おうと思います。もう結構閉まるような時間になっているんですが、こちらはまだやってらっしゃいます、田所食品さん、こちらの方がね、お父さんが私に声をかけてくださったわけです。さっきまですごいお客さんがいっぱいいらっしゃったんでちょっと取りづらかったんですが、ちょうど今ね、みんなはけられまして、いい頃合いになりました。そうですね、だいぶ着きました。ここをこうやって回したまま置いておいていいですか。いいですか、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。じゃあ何にしようかな。最強って書いてありますね。イクラ丼が2種類あって、あ、はい、スープをちくちゃ漬け、はい、そうだ、あ、パスタとかもある。パスタも、気になるんですけど、パスタお願いします。はい、ちょっと待ってください。でも前をやっぱここに来たからイクラにします。はい、ちょっとここで食べたイクラと違うんです。あ、本当ですか。それは楽しみです。ブロッシュの方にこれからは仕入れに行かれる。そうですね、随分変わりますよね。今だと変わりますね。今だと買って、はい、やるっていけるんですが、車で行かれる。車は、はい、で今は晴れ目通りしかないですけど、はい、やっぱり30分くらいかかる。あ、30分かかる。20分かかる。あ、本当に開始したら、はい、私はどのくらいなんだろう。最初に2号線で今、はい、通らせてください。あそこで今空いてるんですよ。どうせって結構使いづらいって言いますけど、使いづらそうですよ。これみんながそうだとは思わないかもしれないけど、はい、あんま喜んでる人はほとんどいないと思うんですよね。あ、そんな感じなんですか。なんでかというとやっぱりね、はい、物流倉庫みたいなところに人が働く位置は無理やりくっつけちゃった感じなんで、買い物の動線とか人の動きの動線とか、あ、買い物するような作りになってないですね。そうですね、ただとにかくダサッと広い、はい、倉庫の中にお店がポンポンポン、はいはいはい、そのお店自体が今の築地より狭くなっちゃう、みたいですね。で、一番ネックは、水産の袋と八百屋さんがある青果の感じで、歩って2キロぐらいあるんですよ。あ、そんなに離れて、あ、そうか。そうですね。マグロ買って、野菜買ってっていうのが、はい、今度はなんかバスで移動してくる。ああ、それもまたじゃあ随分どれだけ時間がかかるか。人工バスが出るらしいんですけど。あとは駐車場の後、従業員の駐車場がやる。はい。いろんなところに車で探してるみたいです。ああ、まだじゃあもう明後日開場するって言ってもまあ全然足りてないですね。うん。やっぱり一番あれなのは、はい、永久に地下水引き上げることですよ、ね。ああ。年間30億税金払って。そうすれば。安心らしいですけど、毎年30億ですもんね、相当ななかなかそんなのない。買い物に、じゃあ築地の方がやっぱり築地から変わって、築地ってやっぱりね、はい、築地のいいってことはヒューマンスケールだし、はい、場内があって、はい、場外があって、はい、さらにこれにいっぱい加工のお店とか、はい、切り身のお店とか、はい、いろいろあるんですよ、はい、ありますね、揃ってます、はい、ちょっと城下町みたいになってるとか、
すごいいい。それから先に銀座とか新橋。そうですね、はい、確かにこの辺全体でその食べ物とかそういうの街みたいなのしますね。ここから発信してるっていうのが、はい、街行っちゃってそういうのはできなくなっちゃう。豊洲の市場がある、それ以外は何もなしっていう感じですね。つまり確かに僕はただのファンですけど、ファンとしてもなんかただ市場があるだけだとちょっと寂しいですね。やっぱりね、人がね、商いをする場所なので、人が人を警戒して、あ、すいません、じゃあご用意いただいてある、ありがとうございます。はい、すいません、じゃあ車検はそちらから。あ、本当ですか。あ、サービスいただいて、はい、ありがとうございます。あの、はい、いや、いただきます。車検もいろいろあって、はい、天然のね、紅鮭、紅鮭、はい、え、なんか、はい、安いですね。安いのが、もう原価ではない。はい、あ、原価、これ、あ、そうなんですか。ほぼ、あ、じゃあ、つまり、あの、客としては、あの、頼めば頼むほど客としてはいい思いができるからですね。へぇ、あ、そうなんですよ、150普通の鮭とかが多いですけど、はい、はい、じゃあもう天然物こだわってる。あ、そうですか、はい、いいね、まあ、この値段だったら、北海道に行ったってこの値段でなかなかこういうの出てこないですからね。はい、グレードはもう違うって。あ、そうですか。じゃあ早速いただきます。はい、ちょっと僕ね、いつも動画撮ってる時に、あの、辛口のコメントでいいですか。いやいや、そんな、あの、コメントはね、辛口には言わないんですけど、ただ僕の見た目がまずそうだっていつも視聴者に言われてて、それが申し訳ないんですけど、いただきます。あ、そう。いただきます。うん。うん、なんていうんですか、あの、いいイクラの味がしますね。僕あんまりよくわかんないけど、はい、はい、あの、口の中、皮が残る、うん、イクラのね、あの、美味しいイクラとまずいイクラってやっぱあるじゃないですか。はっきり分かります。あの、2つに分かれますよね、はい、で、これはあの、美味しいやつの味がします。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にいいとこなんだなってよくわかりました。これはかけていただくもんですか。これは最初のだしなんで、はい、あ、はい、最初は飲んでいい。あ、スープ、はい、あとお好みによって、はい、あ、お茶漬け飲んでそのままいっちゃっていいし、はい、あ、こうやって最後はお茶漬けにしてもいいし、はい、お茶漬けするときはこれ。あ、なるほど、そういうことですね。いや、素晴らしいですね、ありがとうございます。薬が足りなくて、はい、いえいえ、とんでもありません。あ、これいいですね。僕こういうの大好きなんですよ。 あのこの手のお茶漬けスピードでしょ。はい、いや、実を言うと、昨日の夜も丸の内であのこういう感じのやつ食べたんですけど、 あの、2つ続けても飽きないですね。はい、いや、ありがとうございます。ここで50年もずっと魚卵専門店として続けていらっしゃるそうです。ここね、前蕎麦屋があったと思ったんですけど、このね、蕎麦屋さんがなくなってまして、その代わりにですね、もともとはこちら側はなかったんだそうなんですけれども、こちら側にあの飲食スペースを設けられたということで、これでね、今はこんなこういうサイドメニュー、まあ、先にサイドメニュー紹介するのもどうかと思うんですけど、これほぼ原価で出してらっしゃるということですからね、すごいですね。実際物はいいですよ、間違いない。それからこちらも見ていただく、まあ、イクラ丼だし茶漬けみたいなやつですね、1500円、これが、これで上にこれがついて1650円、150円しか変わらないんですけど、これもかなり安くてね、タラコのやつとか、うどんにスパゲッティ、そういったものもあるそうですが、まあ、ともかくあの安くてちゃんと質のいいものが手に入ります。あの、質のいいものは築地ですから存在するはずなんですけど、私のこの、中見世通りじゃなくて、なんだ、場外市場の、ね、印象としては、あの、もうなんかピンからキリまでありまして、場外市場の名を借りて、大したことはないのに、なんかいいものみたいな風にね、いい値段だけ取るみたいな、そういう店もね、いっぱいあるそうですから、ちょっとね、あんまりぼったくりの店みたいなところには行きたくないな。それにそういう店があるから、場外も、ちょっとなんか不透明みたいなイメージがあるわけですけど、ここは私もお墨付きを出しますが、あの、しっかりしたところですから。ちなみに北海道の室蘭周辺、噴火湾で、取ったですね、あの、ヤクモとか、あの、森とかあの辺ですけれど、そこで取れたイクラを使っているそうです。ちょうど湾になって栄養が豊富にあるところだと、そういう風に教えていただきました。出汁も美味しいんですよね。これ好きな人にはたまんないですよ。まだあるからな。飲んでしまおう。
でですね、今もうあの3時を回りまして、お店の閉店の時間になったわけなんですけど、なんとね、このお店のね、あのタロトロ職人のお父さんが、なんと今から豊洲市場の方に行かれるらしいんですが、私もトラックに乗せて連れてってくださるということで、え、いいのと思うんですけれど、あのまだ開いてない豊洲市場の中の様子をですね、あのちょっと見てくることができるみたいです。まあ、車に便乗して、あのあくまでね、私が自分での業者として行くわけではありませんから、ただついていくだけなんですけれど、あのこうちゃんと節度を持ってちょっとこう見ていきたいもんですね。築地と豊洲の位置関係はだいたいこんな感じです。今ね、中央卸売市場と調べると2つ出てくるわけなんですけど、こちらに東京駅とかが、これ東京駅ですね。でここが新橋で、有楽町にあって、ここが築地、このまっすぐ横に伸びるこの通りが晴海通りです。この晴海通りが、つまりあそこ今あのバスとかが走ってますけれど、あの通りがそうなわけですが、あれを右の方にずっと進んでいったところ、途中には勝どき橋があって、その勝どき橋を渡る、まあ、だいたいそうなるとですね。だからこれから先進みます。さっきもお父さんから説明をいただきましたが、だいたい30分ぐらい、あの混んでるとかかるんだそうで、これ往復30分という意味なんだと思いますけどね。片道2キロですから、随分やはり不便になることは否めないですよね。ここからだったらば、今築地まで仕入れに歩いてだって行くことができるわけですから、歩いてだってというか普通歩いていく距離ですね、これだったら。ありがとうございます。配信タグ、はい、あーこれ、はい、あタグのない車両が、あーナンバーが登録してあったら、それは、あ、はあ、はあ、これが登録されてるんですね。つけて、はい、まあじゃあスイカみたいなもんですね、つまり。それで ETC が、じゃあ台車の時はどうするんですか。ああ、そうですね、台車の時は分かりませんって。前にいる車も、多分その前も築地の市場から出てきました車で、このようにね、引っ越しの荷物を持ちながら、今晴海通り、さっきご紹介した道を通っていくところだと思います。これが新気楽っていう料亭で、はい、直木賞とか、はい、芥川賞の最高院で、はい、D 会をやるところで、あ、ここでやってるんですか。普通の人は一元さんは絶対出れない。あ、そうなんですか。昔はいろいろな政治家が、はいはい、あ、そういうものが存在するっていうのは、もちろん僕も知ってますけど、はい、こういうところにあるんですね。そうそう、昔はここら辺は築地の向かいが全部料亭街だった、はい、あ、そうだったんですか。僕らは夜こっちの夜中に長靴履きながら、はい、寒い中作業してる。こっちでは黒スーツの人たちが美味しいものを食べてじゃあ随分こういうのはむしろ減ったんですね、最近になって。ここだけになっちゃったね。あ、本当だ、もう明らかに一元さんお断りみたいな50年やってらっしゃったんですね、あそこで。あそこで初めて、父の代から50年、はいはい、ちょうど50年。あ、じゃあもう今年で50周年目ってことですか。つまり51年目。あ、51年目。ああ、場外って夜に基本的に、まあもちろん営業してるとこはあるでしょうけど、夜はその営業する意味ってあんまりないんですか。夜もやってたらそういう人来んじゃないのかなとか思ったんですけど、結構、うん、今はだいぶ増えたよね、夜の店も、はい、うん、それこそほら寿司三昧さんが24時間とかやるようになったから、はい、ああ、そうですね、だんだんそれが増えてきて、もっとですね、そう、いや、これもまた有名な、どっか、あ、これが真ん中のところですね。昔ね、開いたの、開いたのご覧になったことありますか。いや、僕の時にはないですね。あ、もう開かないようになってました。あ、そうですか。もともと場外市場っていうと、あの業者向けのものではなかったんですか。ちょっとその中間ぐらいなんですか。なんていうのかな、やっぱり場内で買い足りないものを買えるところが場外。あ、包丁とかそういうの売ってたりとか。そうだね、それは場内にもあるんだけど。 あるんですか。はい、まあ、それでもやっぱり場外にも自然発生的に、はい、それは日本橋に貸しがあった頃からですね。うん、で83年前に築地ができて、はい、場内の自然発生的にこうできて、あの、ちなみに鉄道マニアとしてはやっぱり築地に列車が入ってた時代のことが気になるんですけど、あ、はい、ご覧になったことありますか。ありますよ、ちっちゃい時。あ、そうですか、はい、羨ましいなそうだね、はい、今でもその名残が、そう、あの段差の、ね、あ、形もそうですね、はい、やっぱあそこにこう列車が到着したら場内の人がこう物を取りに行くんですか。そう、昔のね、鉄道輸送時代は、はい、そういうのは見たことはないんだけど、父親の代しかない、はい、まだ線路が僕の子供の頃あったし、やっぱありましたか、うん、今でもその名残は、あの踏切とか立ってますね、途中のところに。あるよね、はい、そう、あの銀座の踏切になって郵便局のところにあるみたいです。そうそうそう、
逆にだからあれ相当その車で動くのにしてはかなり狭いみたいですね、築地のあの建物の中って、うん、ちょっといろんなものが他にどん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 追加でできちゃったんで、はい、それを整理すればそんなに狭くもないんだけど、あやっぱり鉄道輸送自体の、あじゃあ僕はよく狭い狭いって聞いてたんですけれど、そこまででもないあの、はい、スローマンは 1.7 倍とかって言われるけど、はい、途中で大きい道路が2つ分断されてるんで、あそうですね、はい、トータルとしてはそんなに変わらない。じゃあちょっとずつというか、その全般的に比較するとやっぱり今の築地の方が古いけどいいなって感じはするんですか。平面なんで、はい、こう動きがこういう、ね、動線がすごくいい動線なんだけど、はい、で扇形になってるからこう流れる動線なんだけど、はいはい、うん、それは上下にこう移動するとか、あそうですね確かに、うん、それが隔てて向こう行かなきゃいけないっていうのがあるんで、はい、使い勝手が悪い、うん、どうしてもこう分断されてるって感じですね、上とか横に。でもやっぱりもう行くって覚悟した人はそれでも行くんだから、うん、そこでうまくやってるしかないっていう、うん、ね、皆さん基本的に築地から豊洲に移るわけですよね。城内の方ですね。そうですよね。全員ですね。はい。それを機にもう辞めちゃう方もいるし。あ、やっぱりそうなんですか。結構いるんですよ。ああ。やっぱりほら向こうに投資するのに何千万ってかけて。そうですね。対してこっち人が来るのかどうか未知数な部分と、うん、やっぱり電車じゃないけど交通も、はい、ちょっとゆりかもめと飛ばすだけでしょ。そうですね。築地みたいに人が来るかどうかっていう。うん、高齢化とか後継者不足とかもあるし、うん、昔はここから先は海だったんで、あ、そうですか、ね、はい、右側は晴海の日本に近い状態、うん、あ、そうですね、そうか、ここからもうあの割と最近の埋め立てエリアみたいなところですね。はい、あ、ありますね。そうか、確かにこうやって移動してみるとちょっと遠い感じはありますね。ね、車でこんな感じだから、あ、自転車とかだと相当きついとは。うん、確かにこれはちょっと、まあ、まだ豊洲でやられる方はただ場所が豊洲に変わるだけだけど、場外の方はまた場外から豊洲までの移動って、そうなんだよ、はい、例えばうちみたいに冷蔵庫を場内にある人は、はい、こうやって行き来しなきゃいけないし、はいはい、仕入れも場内に行かなきゃいけないし、うん、そういう商売じゃない人はそんなに関係ないのかもしれないけど、うん、商売によってね、豊洲になったことによってメリットデメリットそれぞれ業者によって違うんじゃないかな、うん、これが表から見えるのがこれ従業員の駐車場、はい、はいはい、あー聖火市場、じゃあここが聖火で向こうの方に離れてるのが見えたのがあれがつまり水産、ね、あ、じゃあ本当に離れてるんですね。本当に離れてる。あー、うん、青果市場とそれから水産の方と両方とも、あのつまり飲食店で仕入れに来る人がこれだけこう両方行かなきゃいけないってことですよね。あーあー、これか、水産の入り口で、はい、で青果っていうのは水産、青果の、はい、進行まで、はい、でここから先が水産なんだけど、うん、あ、その前にこの右側に、はい、ちょっと今、あ、この信号の先か、はい、ちょうどこのトラックの壁になっちゃう、ちょうどあのミキサー車の奥に空き地があるでしょう、はい、あそこが千客万来施設ができる予定。ああ、じゃあまだそういうのは特に作ってはいないんですか。オリンピックの後に。あ、そうなんですか。あ、結構先なんですね、うん、結局、ま、いろいろ揉めて間に合わなかった。あ、そうなんですか。本当は会場と同時にオープンさせたかったですよね。結構じゃあなんか僕はまだあの話ちょっとしか聞いてないけど、あんまり揃ってないんだなって感じは。まだ何も揃ってない、ね、本当に市場としての機能がやっと間に合ったっていう、はい、それでこ
この水産棟なんだけど、はい、こっちが中卸棟って言って、はい、あっちの、あの築地の曲がってるあたりのところですね。ですね、はい、でこっちが卸棟って言って、はい、あの水産卸会社が入ってる棟で、はいはいはい、ここがこう分かれちゃってる。あ、そうですね。こっちがだから競り場やって、はい、これで買ったものをこっちに持ってくるのが、はい、この道の地下でターレがいるんです。なるほど。あ、じゃあ地下 の, その通るのは結構一応は太く作られてるんですか、下のあたりは。まあ、うん、結構内斜線か、はい、あ、ただじゃあ上下の移動がそこに伴うってことです ね, ですね。あと水産成果行くにはまたぐるっと違う。ああ、そう。これは全部地下では連絡されてるんですか、一応成果と水産もまた。成果は連絡されてないです。あ、そうなんですか。じゃあもう完全に一回地上に上がってきてから。へえ、ね。ここから水産のじゃあ卸棟に入る。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとそしたら、あるですよ、大丈夫ですか、ね、このぐらいだったらまだ、あ、確かにこの辺は大丈夫そうですね。大丈夫です。はい、さっきのはいゲートがこれ、はい、あ、これ、あー、これが ETC みたいに落ち着いてくれば移動するんだろうけど、はい、うん、今はそんなことやっちゃうとめちゃくちゃになっちゃう。ちょっとそうですね。あ、またターレイがここに走ってきたターレイが新聞の写真とかで見ましたけど、あ、これは僕は毎日ここに来るんですか。はい、あ、あそこに冷蔵庫があるんですか、はいはい、もうまだでもあれですよね、ここはこれから使うようになるってことですよね。もう今僕らは使って、もう使ってるんですか。冷蔵庫も買って、あ、そうですか。で、右側がマグロのセリバー、はいはい、あ、地方から来たトラックはここに全部。あ、この辺はでも築地よりも多少整然とした感じはありますね。整然とはしますね、確かにね。ご案内しますね。 ありがとうございます。この卸しの七大区って言うんですけど、抜けて、はい、バスが走ってるとかさっき通ってきた、ね、はい、これですね。あ、この上を通、あ、なるほど、この下を通る、はい、こういう風になってるな。あ、位置関係が分かりやすい。正面が東京タワーですね。あ、そういうことか。さすがいや、これさすが、まあ、さすがにこれここまで見れば、はい、建設いっぱいしてるのが、はい、オリンピックの選手村。あ、そうなんですか。ここにできるんだ。そうかそうか、はい、そうか、晴海でしたもんね。へぇ、後で通ります。はい、あ、ありがとうございます。本当にいろいろしていただいてありがとうございます。あー、なるほど。みんな引っ越してきてるんで、今忙しそうですね。かなりいろいろ止めてあって、トラックがここに到着してね、あの黄色いところとか、あの今下がってるシャッターみたいなものを自動で開けて、その中に搬入して、内側にはよくニュースで見るような、あの市場のですね、あのちょっと狭いとかなんとか言われている、あのエリアが広がっているようです。もう明後日からここが開業すると、そういうことですが、まあ、開業の準備も随分忙しくてですね、人がたくさん出入りしている姿が見えました。このサイズに、ね、はい、行きますね。じゃあ、ありがとうございます。これを開けて、まあ、今私のいるところが10度なんですけれど、ここの奥の冷凍庫からですね、物を取り出すときにここにこういうスイッチがあって、これをこう今ボタンを開けると上と左右が降りてきて、これでぴったり、つまり隙間なくやってくれるってことです。はい、これで外に、つまり冷たい空気を逃さないようにってことですよね。あー、上は閉まって、うまく作動しないと思うんだよ。あ、なんかちょっとあれですね、これよっぽど真っ正面に止めなきゃ、なんかこれそうですよね、これちゃんと右まで来てくれるのかな、ちゃんとやらなきゃいけないものなのか。まあ、ある程度でもこれだけ閉めただけでも多分効果は上がってはいるでしょうけど、かなり違うと思う。そうですよね。築地の場合はこういう上下の移動はなかったんですね。冷蔵庫に買ったけど、はい、ああ、あったんですか。普通の買い出しのところではそう。ああ、あの、つまりさっきみたいな、その何ですか、水産物の卸売りのところはフラットで。ああ、
これでこのまま奥の方に向かって、冷凍庫に保存されている食品、それを取りに行って、あれに積んで、トラックに積んで、そしてまた場外に戻る、そういう流れを今皆さんにご案内しております。はい、ありがとうございます。今全然荷物が少ないんで、多い時はこれ何往復もしたりするんですか？まあ大体でもこれで、はい、ここに冷蔵庫引っ越した時に冷蔵庫4往復かな。ああ、そうですか、うん、その間に溶けちゃったりっていう心配がまたあります。なるべくないように、はい、ぎゅうぎゅうに詰めてやった。ああ、そういうことですか、はい、そっか。何線？帰りは、いや、まだね、何も考えてないですね。どうやって帰ろうかなって。じゃあお店の前まででもいいですか？あ、もう全然 OK です、ありがとうございます。今荷物の積み込みも全部終わって、これからまた築地のお店の方へ戻るところなんですが、最後にですね、その帰りのルートに環状2号線、今まだ作りかけなんですけれど、今回のこの豊洲市場への引っ越しのために、まだ開業はしていないんですが、仮の状態で使えるという特別措置をやっている最中でして、だから未完成の道路を通ることができるという割と貴重な光景なんですけれど、その車に便乗させていただいております。これは嬉しいことですよね。なかなかこんな光景はありません。先日新聞でもみんなこうターレイがね、ランプを灯して走ってる様子が出てましたけれど、まさにあの道路を行くわけです。まあよくわかりません。はい、はい、先客万代施設。あ、ここが今予定地。はい、これオリンピックの後ですね。うん、まだじゃあしばらくの間はこのまんま空き地ってことで、これが正面に見えるのは、はい、TBS の中360度もうステージアラウンド東京です。アミューズメントシステムです。結構この辺はまだみんなも知らないようなそういうのが多いですよね。ああ、そうか、まだ絶対歩行者なんか通らないから封鎖されて。へえ、環状2号線。おお、いやすごいね、こんな、まあ、当たり前ですけど初めて見た景色だ。これが、あ、選手村もまさに。へえ、ハロウィンのマンション。はい、すごいな、これは一生の思い出になりそうです。郵便の時と朝行ってもね。あ、そうですね、もうなんか今のこのこれでも綺麗だし。確かにこれが開放されてるとかなり便利ですね、引っ越しには。すごい速さだ。ただね、バイクが走れないって話なんで。あ、そうなんですか。へ、あ、この人が手信号みたいな人。ここら辺は昔モーターショーをやったところ。あ、ここら辺だったんですか。あ、海の見本に近いじゃん。はい、はい、あ、選手村予定地って看板が出てる。選手食ってるでしょ、右側に。あ、これもそうですね。おー、オリンピックが終わると、はい、天井マンションに変身して。あ、マンションにするんですか。へぇ、駅まで徒歩23分。ちょっと立地が微妙なんですねでもこういうタワーマンションって需要はなんかあるみたいですよね。タワーマンションがそれみたいな。ね、頭打ちの空き家もそうだけど。あ、そう、僕も。そうですか。いや、でも僕もこういうところにあんま住みたいとは、その、なんていうか、その豊洲市場とかそういうのはまあいいと思うんですけど、ゆりかもめとかしかないとなると、そう、ちょっとそうですよね。あんまり東京の中で便利って感じはしないかなっていうのは正直なところ。ここが考えますよ。あ、これですか。住民に考慮しつつ、はい、した。ああ、これ相当な距離あると思うんだけど。あ、そうなんですか。いや、すごいね、未来都市みたいですね。へえ。だから一車線なんですよね。あ、これ完成しても一車線なんですか。完成したもん。あ、そうなんだ。終わると二車線なんだ。ああ。あ、いや、これすごいな。これで周りに騒音は撒き散らかさないようにってことですね。これの防音性能ってすごいんだよ。あ、そうなんですか。うん、そんなに違うんですね。この右側が環状2号線、はい、あ、で、そこが築地ですね。これが築地大橋に渡ると、はい、もうあっという間に築地。あ、帰りはすごい早かったですね、はい、一瞬でしたね。信号も大きいの1箇所しかないし、はい、ここが水産の仲卸の端っこのところですね。ここは正面が浜力、はい、ああ、もうそうですね、あそこのところだ。いやー、すごい景色を楽しみました。
築地のふるさと、奥のは朝日新聞が。今度豊洲ではこういう木造のパレットは使えなくなるんで、はい、あ、そうなんですか。廃棄なんですよ。ああ、プラスチックのパレットが、はい、あ、汐留ですね。いや、すごい眺めだな、本当に。いや、実は今日と明日ぐらいで東京の観光でもしようかなと思ってたんですけど、あの、こんなにいい東京観光ができるとは思わなかったです。最高でした。そうだね、なかなかできないもんね。いや、ありがとうございます、本当。いい、振動があるんで、はい。さすがにこう見ると築地は腐りでちょっと確かに長年のあれが溜まってるところはあるけど、でも威厳がありますかね、やっぱり築地は。本当は築地は何年かもう移転ありきで補修してくれなかったんで、あ、だからこれじゃちょっとボロボロになり、かわいそうって言えばかわいそうなんですよね。築地してないとかってよく言われる。そっか、それのせいで最後ちょっとそういうのが蓄積しすぎたところがあったんですね。そうなんだよ。あ、そっか、それは僕も分かんない。随分ボロボロだなってイメージあったんですけど、そっか、まあどうせ壊すからって言っといてなかなか壊さなかったんで。そうそうそう、ああ、築地も広いよね。うん、そうですね。こうやって見るとこっちの方まで築地に来たことはなかったですけど、あ、でもなんかもうすぐ終わるんだなって感じがしますね。まあもうすぐというかもう終わったんだけど。はい、いやー、ありがとうございました、本当に。そうか、これでこっちへこうまっすぐ出てくるとお店の前に出られるってことですね。左行って、はい、一回左折すると。そうですね、店の前。本日は田所食品の皆様、特にお父さんに大変よくお世話になりまして、本当にありがとうございました。まあ、その お礼というかね、お礼なんてそんなおこがましいものでもないし、大したこともしてない、本当に大したことしてないんですけど、豊洲市場の方に行ってね、ちょっとだけ、その仕事も、手伝うということをさせていただきましてね、私にとってもとても貴重な思いをさせていただいたものです。もうすでにこの築地市場の中にほとんどお魚のようなものは残っていないと思いますが、それでもこういうところ特有の魚の匂いをこう染みつかせて、外にまだ現在もなお放っております。豊洲の方はまだまだこれからという感じでした。豊洲市場にも、まあ、やっぱりね、狭いとかなんとか、地下水がたくさん出てきてとか、組み上げるのにお金がかかり、いろいろ問題がありまして、完璧とは言えないところ、まだまだこれから道半ばという感じですが、まあ、しかし何はともかく、もうこれからですね、豊洲市場を使い始めるしかないわけですから、豊洲市場と、そこからそこで、これからまた働かせる皆さんの、働かれる皆様の、その活躍を心からお祈りしたいと思います。そしてまた最後になりますけれども、築地市場83年間実に誠にお疲れ様でした。いい思い出になりました。こういうね、素晴らしい市場を、自分の生きているうちに体験することができてよかったと心から思うものです。もう多分これ入ることはありませんし、いつかもしかしたらね、この交差点の、まあ、いつかというか多分そう遠くないうちに、中央市場前、中央市場前と書いてある、この交差点の名前も変わってしまうことでしょう。朝日新聞の本社とね、それからこちらのガンセンターか、その2つを見て、昔はここに大きな市場があったんですよなんて私が年を置いた時に話すようなこともあるかもしれません。ただきっとその先に残っている、その先のさっきも皆様にご覧に入れた、築地の場外市場、そちらの方はずっと残ると思いますので、こちらがこれからもお魚の、まあ、食べる名所として、外国人観光客、それから日本の人から、築地の名前、築地のブランドが、ずっと継がれていくことなんじゃないかなと思います。これからも築地の楽しみの一つ、美味しいお魚を場外市場で食べようと、そういうことでしょうか。それでは、今回ここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。